そんじゃ領空内に入ったくらいじゃ攻撃される心配はなさそうか。ああ、どうやらアイオンたちは都市防衛に集中しているみたいだ。クロスベル市に接近しない限りは大丈夫だと思うよ。よっしゃ、これでなんとか目処がつきそうやな。明日の明け方にはそっちに戻る。タイミングについてはそん時に話すとしようや。了解。ギャビン、代わって。リースさん、エリーさん、ご無事で何よりです。ロイドさんに他の皆さんたちもおかげさまで。いやー、こんな形でリースちゃんと話せるとは思わなかったぜ。私たちの突入を助けてくださるんですよね。ええ、こちらのメルカバで都市を防衛するアイオンたちを引きつける予定です。両兵と国防軍の方までは対処できませんが。十分です、本当に助かります。リースさん、ケビン神父、なんとお礼を言ったらいいか。ま、礼を言うんは無事成功してからにしてや。一応こっちも助っ人を連れてくるつもりやけど、それでもあの人形ども相手じゃ分が悪すぎるかもしれん。確かに。ま、あんまり無理だけはすんだよな。おおきに。わじ、そんじゃ明日の朝にな。ああ、待ってるよ。それでは失礼します。厳しい一日になりそうだな。そうですね、地上の戦力差についても大統領側が上回っていますし、なんといってもあの人形たちがとんでもない強さなんでしょう。マイスターによれば白い機体の空間消滅の力は使えなくなったそうですが、それでも基本的な性能は変わっていないのですよね。うん、そう思っていた方がおそらく無難だろう。白い機体はこの9号機が様子を見ておく必要があるが、いずれにせよ都市周辺では膠着状態になることが予想される。鍵を握るとしたら潜入を担当する僕らだろうね。ああ、分かってる。なんとか入り込んで課長やダドリーさんたちと合流しないとな。しかし大丈夫なのか。ダドリーからの連絡が途中で切れちまったそうだな。多分通信ターミナルで強制遮断されたんじゃね。特定のエニグマ登録番号だけ送受信を無効にできたはずだし。それじゃあ市内では大統領側は通信が使えるけど私たちは使えない。はい、通信ターミナルも押さえる必要がありそうです。オルキスタワー内にありますから簡単ではなさそうですが。いずれにしても全ては明日の朝ですね。ええ、クロスベル市解放作戦、キーヤちゃんを取り戻すためにも何としても成功させないと。ああ、今夜は休んで英気を養っておく必要がある。みんな仮眠室もあるから疲れていたら休んでくれ。万全の体制で明日の朝に臨むとしよう。あ！クロスベル市解放作戦、いよいよ明日に迫ったわね。ベルやおじさまに会ったら一連の事件の真意を問いただして、できるなら説得したいと思ってる。でももしそれが叶わなかったら。対立は避けられないだろうな。ええ、もう私もその覚悟はとっくにできている。危険を顧みずに手を貸してくれる多くの人たちに報いるために、何よりキーヤちゃんを取り戻すためにも私たちは絶対に負けるわけにはいかないのだから。なあエリ、そんなに
一人で気負う必要はないんだ。ディーターさんやマリアベルさんは俺たちにとっても親しい人たちだった。だからその重みはエリーだけじゃなく全員で背負っていくべきものだと思う。ロイド、明日は一緒に頑張ろう。エリー、俺やみんながついてるからさ。そうね、ありがとうロイド。おかげで気持ちが楽になったわ。どういたしまして。マジ、アッパス、もしかして飲んでるのか？僕らもとりあえずは準備は終わったからね。君も一杯どうだい？おいおい、明日は作戦なのに大丈夫か？すでにいくつかグラスを開けちゃったみたいだけど。心配するな。ベントスに作らせたノンアルコールのカクテルだ。明日の作戦の進行には支障あるまい。ああ、そうか。ま、アッパスがそう言うなら今回は信じてよさそうだな。一人で飲んでる時でも信じてくれて構わないんだけど。そうそう、一応君たちにも言っておいた方がよさそうだな。明日の作戦、鳳凰芸家からも正式に参加の許可が下りたよ。な、そうなのか。隠密活動を主とするメルカバを大規模な作戦で運用するのは本来ならば避けるべきだが、大陸全土の混乱状態を考えればもはや多少の露見はやむを得まい。そうか、教会の判断に感謝するよ。とにかく決戦は明日だ。どうか改めてよろしく頼む。了解だリーダー。無論力添えはさせてもらおう。ああ、そういえばもう一つだけ君に伝えておくべきことがあったっけ。え、マジ？あの件は現時点では秘匿事項に入るはずだが。あれ？そうだったっけ。それじゃあできるだけこっそり伝えないといけないな。まあいい、わじがそう言うなら仕方あるまい。な、なんだかよくわからないんだが。君たちに大きく関係することさ。気になるなら後で甲板で待ち合わせて話してあげることもできるけど。そうかい、それならいいんだけど。気が変わったらもう一度声をかけるといい。よう、ロイド。ランディたちは武器の整備をしてるみたいだな。ああ、なんつっても明日の作戦は今までで最大の山場だろうからな。ベルゼル川の出番もあるだろうし、いざって時のためにも念入りにやっとかねえとな。今までドタバタしてあまり機会がなかったけど、俺も今夜のうちにトンファーを手入れしとこうかな。おお、やっとけやっとけ。お前のはライフルと違って精密部分の手入れなんかは必要ないだろうが、磨きを入れてやるだけでもだいぶ違うもんだぜ。そうだな。それにしてもランディって意外とマメだよな。そのライフルだけじゃなくスタンハルバードの手入れも毎日欠かしてないみたいだし。ま、武器の手入れは処方中の処方だからな。それこそ絶世の美女を扱うように優しく丁寧に扱わねえと。じゃねえと戦場で余計なトラブルが舞い込んじまうことだって。
悪い。もしかして余計なことを思い出させたか。何謝ってんだっつの。でもそうだな、そろそろ話してもいい頃合いかもしれねえ。なあ、後で暇だったらメルカバの甲板にでも出ねえか。ちょいと付き合ってほしいことがあるんだけどよ。そうか、ま、別段楽しい話ってわけでもねえが、その気になったらまた声をかけてくれよ。ああ、そうさせてもらうよ。ロイドさん、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様、ノエル、フラン。明日の作戦が迫ってるのに、ここはなんだか和んでるな。その、すみません、武器の手入れ中にフランが入ってきちゃって。お姉ちゃんの応援に来たんですよ。私は明日の準備をバッチリと済ませましたから。それは頼もしいよ。フランもオペレーターとして活躍してもらわなきゃならないし、しっかり英気を養ってくれよな。はい、もちろんです。というか、そのためにここに来たんですよ。なんといっても私はお姉ちゃんのそばにいることでエネルギーを充填できるんですから。あながち冗談でもないのかもな。せめて邪魔はしないでよね。ロイドさん、私の方は今夜のうちにもう一度司令に連絡を取っておきますね。明日の作戦の最終確認もしておいた方が良さそうですし。ああ、よろしく頼むよ。ノエルは明日、俺たちと一緒に市内に潜入することになる。万全の準備を整えて、しっかり休んでおいてくれ。おしゃべりが終わりそうな雰囲気だよ。せっかくのチャンスなのに、本当にこのままでいいの？チャンスってフラン、いい加減に。どうしたんだ？何か問題でもあったのか？いや、頑張れお姉ちゃん。その後でいいんですが、甲板に来ていただけませんか？大したことじゃないんですけど、ロイドさんにぜひともお願いしたいことがあるんです。そうですか。いえ、気にしないでください。本当に大した用事じゃありませんから。仕方ないですね。ロイドさん、気が向いたらまたお姉ちゃんに声をかけてくださいね。ああ、わかったよ。こんなところでどうしたんだ？ロイドさん。はい、明日の準備が整ったので少し考え事をしていました。いよいよ明日クロスベル市に潜入するんですね。そこまで長い期間離れていたわけじゃないのに
随分と懐かしい気がします。そうか、結界が消えたことでアイオンが都市の防衛に集中してるって話だけど、アルカンシェルの人たちは今頃どうしてるだろうな。多分おそらく今も練習を続けているんだと思います。いつ何が起ころうとも舞台の完成度を高めるために前だけを向いて揺るがない。それがイリアさんの生き様であり、アルカンシェルの流儀ですから確かにそうかもしれないな。クロスベル氏を解放してこの事件が一通り解決したら、君はどうするつもりなんだ？イリアさんには会いたいですし、元通りアーティストとしてアルカンシェルで踊り続けたい。その意思はありますが、今はまだ分かりません。イリアさんやシュリちゃんと再会した時何を言えばいいか、それすらも今は浮かびませんから。そうか、でもイリアさんもアルカンシェルの皆さんもきっと君を受け入れてくれると思う。難しいことは考えずにありのままのリーシャでいればいいんじゃないかな。ありのままの私。あのロイドさん、この後私に少しだけロイドさんの時間をもらえませんか？え最近は自分でも気を張りすぎていたと思いますし、明日の作戦の前にちょっとしたおしゃべりをさせていただきたいんです。一通り準備を済ませたらもう一度この甲板に来て改めてお話をしてもらえませんか？わかったよ。とりあえず準備は万端ですね。ティオ、何をやっているんだ？ええ、明日の突入に向けてメルカバのシステムの最終チェックをしていました。私はロイドさんたちと一緒にメルカバを降りていくつもりですが、通信ターミナルを抑えた後のハッキングなどはヨナとフランさんにお任せする必要がありますから。そうか、なんだか大変そうだな。何か俺に手伝えることはあるか？いえ、特には。明らかに私の分野ですし、ヨナもいるので十分です。ロイドさんはリーダーらしくどんと構えておいてくれれば十分かと。いやいや、明日の準備とかいろいろあるし、ま、その調子ならここは任せてよさそうだな。そういえば一つだけありました。実はロイドさんに相談したいことがあるんです。相談？何か悩み事でもあるのか？そちらの用が済んだら後でメルカバの甲板に来ていただけませんか？そうですか、まあ仕方ありませんね。もし相談に乗ってもらえるならまた声をかけてくれると嬉しいです。なあ、わかった。そういえばエリーと話す約束をしていたな。どうする？明日の準備を済ませておくか。な、エリー、先に来ていたのか。うん、ロイド、お疲れ様。明日の準備もう終わったの？
ああ、一通りはね。さすがに万全とは言えないけどさ。不思議ね。こんなにも危機的な状況なのに、なぜか不思議なくらい心が落ち着いているの。ベルのこと、おじさまのこと、キーヤちゃんのこと、不安なことや心配なことはいくらでもあるのに。そっか。俺も同じかな。腹がくくれたというか、やるべきことが見えたというか、これもエリーやみんなのおかげだと思う。ありがとう、本当に。お礼を言うのはこちらの方よ。本当なら不安と焦りで潰れていてもおかしくないのに、あなたがいてくれたから私は今ここでこんな風に立っていることができる。ありがとう。本当にあなたがいてくれてよかった、エリー。お役に立てたのなら光栄かな。少しはリーダーとしてみんなの頼りになれるくらいには成長できたってことか。あなたはとっくに私たち全員のリーダーよ。出なかったらこんなところまでみんなで来られなかったと思う。でも私が言っているのはそういう意味じゃないわ。今回の事件どう決着したとしてもクロスベルは大変なことになるわ。多分私たち支援課も今のままではいられない。それぞれがそれぞれの力を最大限に活かせるような立場で努力していく必要がある。クロスベルを立て直すために。ああ、俺はこのまま警察で、ランディは多分国防軍が警備隊に戻ったら協力を要請されるかもしれない。ティオは財団に戻るかもしれないけど、もしかしたら動力ネット方面で、そしてエリーは有事における行政外交方面での危機管理、多分私に求められるとしたらそういった知識と能力だと思う。そして私はこれまでの留学でそうした勉強を積み重ねてきたわ。まさに今回のような事態に対応できる力を手に入れるために。そうか。よかった。少しはそんな風に寂しく思ってくれたみたいで。大丈夫、エリーならやれるさ、なんて励まされたらどうしようかと思っちゃった。本当ならそんな風に言えなきゃダメなんだろうけど、そう簡単には割り切れないみたいだ。それはどうして？ティオちゃんやランディがいなくなるのと同じ理由で。それは答えて、ロイド。今私に不安があるとしたらあなたがどう答えるのかだけ。もう分かってるんでしょ、どうして私が話がしたいって言ったのか。エリー、最初はさ、ぼんやりとした憧れだったんだ。その子は可憐で凛として、それでいて包容力もあって、出会った時からいろんな意味で綺麗な人だなって思った。これでも最初はカッコつけて平気なふりして話していたけど、白状するとずっとドキドキしていたんだ。ロイド、さすがに1ヶ月もすれば住む世界が違うお嬢様なんて風には思わなくなったけど、それでもずっとその子の同僚であるということは俺にとっての密かな誇りだった。その子の相談を受けたり、ささやかだけど力になれたのは俺にとって何よりも嬉しかった。そして1年近く経って、楽しいことや苦しいことを全部一緒に乗り越えてきて、離れ離れになったけど
やったの思いでまた会えて、今もまた出会った時みたいに、いやそれ以上にドキドキしている。ロイド好きだよ、エリ。仲間として家族としてだけじゃなく、一人の女の子として君が。ロイド、私もあなたが好き。あの時の続き、やっとできたかな。ずっとずっと待ってた。ごめん、待たせて。たとえ仕事で同じ道を歩けなくなったとしても、ずっとお互いを必要とし、支え合って前に進めるような、そんな関係になってくれるか。